こんにちは。今日は犬に与えてはいけない食べ物について話します。犬が私たちの家族の一員であることを考えると、彼らの健康を心配するのは当然です。犬に与えてはいけない食べ物はたくさんありますが、今日はその中でも特に危険な10つを紹介します。1、チョコレート犬にとっては中毒の原因となるテオブロミンを含んでいます。2. オニオンとガーリック、これらは血液中の赤血球を破壊する可能性があるため、犬には与えてはいけません。3. カフェインテオブロミンと同様に、犬の神経系に悪影響を及ぼす可能性があります。4. レーズンとブドウ、これらは犬に腎臓の損傷を与えることがあります。5. アボカド、アボカドに含まれるパーシンは、犬の胃腸に負担をかけることがあります。6. マカダミアナッツ、これらは犬の神経系に障害を引き起こすことがあります。7. アルコール犬の体はアルコールを処理することができません。8. 塩辛い食べ物、高いナトリウム量は犬の体に負担をかけます。9. キノコ、毒キノコには犬にとって致命的な影響を与えるものがあります。10. 人間の医薬品圏には適した薬物と異なるため、人間の薬を与えてはいけません。以上が犬に与えてはいけない食べ物の一部です。犬がこれらの食べ物を摂取した場合は、すぐに獣医師に連絡してください。犬の健康を守るために、彼らに安全な食事を提供しましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし動画がお役に立ったり、楽しんでいただけたら、高評価やチャンネル登録をお願いします。